はい、皆さんお疲れ様です。今回はインザダーク回チチ式僕のいたすね。これはもう僕の手元から離れて違うオーナーさんになってるんですけども、これは僕のインザダーク回チチ式の板でした。まあこの板のすごいいいところっていうのが、まあ問い合わせで一番多いのがゆったりメローに乗れる板はシングルフィンですよねってよく聞かれますけども、シングルフィンっていうよりはどっちかというと厚みと幅なんですよね。そういうゆったり乗れますよっていう市販されてる板とかっていうのはまあまあでかいです。動かないっていうのが頭にある人が多くて、でも動かないから動く板が欲しいって言われるんですよ。で、インザダーク回とか僕のサーフボード SR の板とかは結構ハイパフォーマンスと思われがちで、ハイパフォーマンスイコールバタバタしてると思われるんですよ。けどそれって板の、僕はその激しいターンとかもしないし、ゆったり乗りたいんで、シングルフィンがいいんですよね、つって。シングルフィン、僕がシングルフィンを作ったのは、このノーズを、飛距離を飛ばすために、ノーズのために作ったシングルフィンで、ゆったり乗る、メローに乗る、イコールシングルフィンでは絶対ないと思うんですよ。スタビライザーあった方がむしろ安定して、ゆったり乗れるんじゃないかな。もちろん、技術がある人とかは、どの板でもゆったり乗れます。シングルフィンでも。でも技術がない人に限って、要はコマ付きっすよね。コマ付きがある方がゆったり乗れるっていうのが僕はスタビライザーだと思ってるんですよ。で、この僕のこの動画、バタバタしてるでしょうか？暴れてますでしょうか？激しいターンしますでしょうか？してないですよね。こう、スムースに乗って、ゆったり行って、クローズセクションになったら、歩幅をずらして当て込みに行ったり、まあこういうターンとかはね、こう重きしめいっぱい振っても僕より、僕がいつも乗ってるスペックの板よりもすごい大きい板なんですけども、全然横に振れるんですよ。軽い。これがインザダーク回チチ式の EPS で、今はこれはちょっと最初の僕のプロトタイプやったんで、ちょっと大きめに作ってたんですよね。だから自分の今のサイズのチチ式を作ってます。オーダーします。オーダー待ちって言ったところなんですけども、自分が思い描くのは、やっぱりこういう波も関西は結構多いし、ゆったりパワーのない波が日本はメインだと思うので、まあ激しい波になると、なればなるほど、まあ自分の薄いペラペラのロングボードになって、基本乗り方っていうのはそこまで変わんないんですよね。この波から逃げるとか、いう時にこうアップスンダウンとかするんですけども、緩い波の時はハイパフォーマンスロングボードでも、要はこのニュートラルポジションを作るんですけども、このインザダーク回チチ式はもうズバッとテイクオフ最速で走っていけます。なのでまあゆったりメローに乗りながら、まあ動くちょっと便利性のいい軽い板がインザダーク回チチ式かなと思います。年末前ですかね、もう非常に多かったのが問い合わせで、身長と体重が一方的に送られてきて、サイズ教えてくれって言われるんですけども、そんなに簡単じゃないんですよね。そんなに簡単だと、多分プロサーファー苦労してないです。みんなプロになって、チャンピオン取れてると思うんですよ。やっぱりチャンピオン取った人とか、もしくは優勝したことある人とか、例えば、その何らかしらと、そこのタイトル取った人って、すげえサイズ悩んできたと思いますよ。なので、その EPS イコール軽い、動く、パフォーマンス系、パフォーマンス系イコール暴れるとかではなく、ロングボード自体がゆったり乗るものなんですよね。で、そこでどこで、ハードに攻めるか攻めないかっていうのはもう波によって変わってくるので、例えば腰腹ぐらいでハードに攻めようと思っても、攻めきれないっていうのがもうやっぱロングボードなので、やっぱりその胸肩頭とかなってきたらロングボードでも攻めれるような、キワキワをいけるようなラインも描けるし、逆に膝ももでメローに乗るっていうのも全然できるので、それがロングボードだと思ってます。まあインザダーク回チチ式、まあ、サイズを作るとしたらやっぱり身長体重、そのバックボーンから、そしてそのまあ、僕はいろいろ質問いっぱいするんですよね。まあ、それに答えてもらって、どれくらいの頻度で波乗り行くっていうのも大事ですし、身長、体重だけで決めて、そのスペックっていうのは
なかなかないと思う。その乳式でもかなりの豊富な種類があるので、もうよかったらぜひご相談ください。僕はだいたい体重40キロから120キロぐらいまでの振り幅の人たちの板を見てますんで、ロングボードで長さでいくと9から10の間を問い合わせをいただいてご提供させてもらってます。そしてこの映像で見てもらっても分かるように、もういろんな人たちのレベルをガンガン上げていってるので、サーフィン上手くなりたい方、そして今苦戦している方が克服したい方、テイクオフがとりあえず遅い方、テイクオフが刺さってしまう方、いっぱい克服している人たちがいますので、サーフィン上手くなりたい方、そして今苦戦している方が克服したい方、テイクオフがとりあえず遅い方、テイクオフが刺さってしまう方、いっぱい克服している人たちがいますので、ご連絡ください。 YH サーフジャパンでレッスンも行ってます。以上でした。ありがとうございます。For help, do we only think about ourselves? Oh yeah. The first time that I met you, I thought you looked so sweet. I stood around for the hills, beating a retreat. And when I heard you talking.That alluring sound should have recalled the sirens and how that things went down. Living on the trenches, looking for a way to escape. You always cut me down like a dreamer's with the grapes. Never mind how I tried to leave you behind. I kept falling in your net. Oh, I've been so blind.Realize what have you done, and you finally get your debt repaid. And revenge is served on a cold plate, and you hear the roar of the shutdown. When the world will stop without a sound, and the moment you will cry for help, and we only think about ourselves. Oh, yeah.But I know for sure the day will come when you first realize what you have done, and you finally get your debt repaid and revenge is served.